二人パパシェナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今年はコロナの影響で人が集まるのを避け、忘年会を自粛された方も多いかと思います。スウェーデンでもその影響が大きいのですが、レストランなどでやる忘年会の代わりに今年は雪が降りしきるゲレンデで忘年会を敢行、マイナス4度の中のバーベキューとそり滑り、その様子をお伝えします。それでは行きましょう、二人パパのマイナス4度の忘年会ということで、出発前の準備から。この忘年会があったのはクリスマスのちょっと前。リカパパは仕事をしながら大学でも研究もしていて、その研究室の学生同士の懇親会と忘年会をしようということになったんですが、ただコロナの影響でレストランなどで大人数の会食ができないということで、外でバーベキューをすることになりました。あそこの引き出しの中入ってない？かわいいね。やってきたのは近くのそんなに大きくないゲレンデ。ここにはバーベキューができるところがたくさんあるので、みんなそれぞれ自分の食べたいものを持ち寄って集まりました。この日はマイナス4度だったんですが、風がないのでそこまで寒さを感じなかったです。そして子連れはうちだけだったんですが、みんなそれぞれパートナーを連れてきていました。まあ火の準備ができるまでね、待てない息子くん、早速そり滑りに行っちゃいました。そしてそろそろ火の準備ができるって頃、ミツパッパと息子くんはあるものを探しに茂みに入ります。何をしているかというと、ちょうどいいサイズの生木の枝を取って、先をナイフで削ってバーベキュー用の串になるんです。ソーセージなんかを刺してグリルします。何？ナイフ欲しい。ナイフ欲しいって？ OK と呼ばれたのでグリルのところに戻りましょう。この日はですね、ちょっとここで音楽がずっと流れてたので、ちょっと大人の事情によりちょっと音声をお届けできないのですが、まあナレーションばっかりになっちゃってすみません。この日集まったのはですね、リカパッパの大学で一緒に学んでいる学生さんたちで、まあそのほとんどが今年秋以降にここルレオに来た方たちばかりです。しかもスウェーデン国外から来た方が多く、この一面の銀世界とこの降りしきり雪に感動している方も多かったのが印象でした。もうね、僕はその感動はなくなっちゃいましたね。そして僕らは持参したソーセージや、お買い物動画でもご紹介した極太ソーセージファールコルブをスライスしたものなんかを、先ほど作ったばかりの串に刺して焼いたりなんかしてました。そして他の方たちはそれぞれ自分が食べるチキンやハルミチーズなど各々焼いていました。多国籍のグループになるとね、それぞれ食べられる食材が違うことが多いので、持参スタイルは便利だなぁなんて感じます。そして今回コロナの影響でとは言いましたが、まあ、それでなくてもね、ここ北スウェーデンの人たちはどんなに寒くてもこうやって外に出て火を焚いてソーセージを焼いて時間を過ごすことが多いようです。息子くんもね、もうすっかりそれに慣れてるので、ちょっとだけ誇らしげにというか、こうニューカマーのみんなにこうやって焼くんだよみたいな感じで教えてあげてるみたいです。僕はね、ちょっと正直寒いのが苦手なんですけど、まあビールをねこうやって外に置いておくだけでいい感じで冷たくなるのは最高ですね、ここのねまあでもね、この日は運転手だったんで飲めなかったんですけど、まあこうやってお腹も満たされたところで、この後はゲレンデに出て息子くんとそり遊びではしゃぎます。ということで、やってきたのは子供用のゲレンデ息子くんと一緒にそり滑りをします。これを登るのがね、ちょうど体が温まっていいんですよ。ここからミスパパも一緒に乗っていい？いい。今危ない冷たい。もう一回、一瞬も一瞬も冷たいよ。冷たくなるよ。本当？あいあいあい、うん、やい。 OK。 もうこれが始まるとね、もう本当に子供とやってるとエンドレスに滑らなきゃいけなくなるんですけれど、まあ、このあとね、登ったら息子くん今度は一人で滑りたいって言い始めました。行くよ、行け。
おい転んだ？オッケー、レッツゴー。おいおいおい、スノーレーサーやる？ということで次はハンドル付きのスノーレーサーというソリを滑ることになりました。よし行こう、ハンドルしてよ。おお、あ、落ちた。なに、ミツパパが落ちるの。それやって、それ持っていくの。まあ、次は落ちないよ。なんで？あ、重いよ。よいしょ。僕、そうやってやった時もあるよ。本当？うんうん。オッケー。ねえ、ちょっとさ、急に急に半。で、ね、冷たいんだけど。ゴージ毒ってやつだよね。ああ、寒い寒い。姿死んだよ。温まろっか、そしたら少し。本当？もう一回やる？なんで雪だけ嫌だったの？天使がいるんじゃない？お邪魔しちゃった。オッケー、上手にいけるかな。そして今足の邪魔した。スピード速いの。うん、速くなるよ。怖っ。転んだ。そしてお家に戻ってきました。これはね、本編とは関係ないんですけど、突然その日息子くんがリカパッパの髪を整え始めて、ちょっと可愛かったので、こうカメラに収めたおまけ動画です。ということで今日の動画はここまでです。ぜひチャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどお待ちしております。それでは失礼します。次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。